歯周病って怖いよな。どん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 進んでいって気に付いたら歯グラグラして抜ける。お口開けてください。口元美容かおりです。なな、みんな歯周病、歯周病って怖いよな。自分でも気づかん間にはな、どん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 進んでいって気に付いたら歯グラグラして抜けるなんていうこと聞いたらほんま怖いと思えへん。しかもやな、国民の80%が歯周病にかかってる。大人の8割はもう歯周病や言うやないの。ってことはもしかしたら自分もその8割に入ってる。確率高いやろ。怖いなあ、そんなんなってしもたら。なのでなのでなので歯周病治したい、みんなそう思うよな。でもな、考えて、治すってどういうこと。治すって元通りになることやろ。はっきり言うて歯の治療全てにおいて、まあ虫歯もそうやねんけどな、治すなんていうことはでけへん。基本的に治してるように見えるやんか。私なんか直したことなんか一回もない。直すんじゃなくて別のもので補うっていう対症療法しかできないわけ。なのでほんまは原因にちゃんとアプローチして虫歯にならへん生活をせなあかんわけやねん。歯周病にならへん生活をせなあかんわけやねんな。なので歯周病の治療って何なん。そう、進行を食い止めてこれ以上悪くならへんようにしていくことがメインになってくる。当然ながら今は再生療法なんていうのがあるから骨を作るなんていうこともできてきたりはしてんねんけれども、全ての歯において元通り骨を作るなんていうことはめちゃくちゃ大変なことやな。確かにオペしてステント入れて骨の元入れてみたいな手術をしてインプラントのためにみたいに骨作ることはあったりすんねんで、だから骨を作るっていうのは不可能ではないねんけど、普通の場合歯医者さんに定期的に通ってますなんていうことをしてはるときはもうこれ以上悪くなれへんように食い止めるっていうようなことをしてるわけ。じゃあそれもでけへん原因があったりすんねんな。歯周病を食い止めるっていうことができへんっていう場合もあったりするわけ。どんな場合やと思う？まず一つ目はバイ菌の巣である歯石なんていうのが歯茎の中に取りきれずに残ってたりすると、当然歯茎は歯にくっついてけへんやんか。隙間は深いまんまになってます。汚れはバイ菌は入り込んでまうねんから悪循環で歯周病は進んでいくよな。なのでしっかりと歯石を取るっていうことをしていかなあかんわけ。歯周病を食い止められへん2つ目の原因っていうのが、例えば食生活、ちゃんと歯茎というタンパク質コラーゲンを回復させる材料を取ってますかってことよ。ちゃんと歯茎にいい食べ物食べてますか。タンパク質食べてんの、鉄食べてんの、ビタミン C も取ってるみたいなことがちゃんとできてれば組織って回復してくれるし、腸に優しい食べ物、いわゆる腸活やんな、腸活ができるような腸の免疫を上げるような食べ物を食べてるかってことやね。そういうものでちゃんとした食生活を送ってくれてたら歯周病って食い止めることができるのよ。それが食生活が乱れてるなんていうことになると、どうよ、材料ないねんから歯茎だって治ってけえへんよね。しかもさ、そこに睡眠不足なんていうのも絡んできたら、寝る時間が遅なんねーみたいなことになってきたとするならばもっとあかんよね。睡眠規則正しい生活遅れてますか。それからそれからそれから歯周病を悪化させてしまう、そう、食い止めることが難しくなってくる原因としては歯並びの乱れやったりするわな。そうなるとやっぱりお掃除も難しいやん。自分でのお手入れとかも難しくなってくるやろ。そうなったら歯周病って進みやすいのよ。なので40代以降の歯周病予防のための矯正なんていうのも結構行われてたりするから、ちょっと心配やなっていう人は40だろうが50だろうが歯並びを変えるっていうことにチャレンジするのも一つですよ。ほんでほんでほんで、さらに歯周病を悪化させる、そう、食い止めることができへん原因としては食いしばりとかもあるよね。食いしばり、歯ぎしりなんかで歯を揺さぶるような力がかかってたら、力でまず歯と歯茎の隙間を破壊してしまう。歯茎から歯は揺れて動かされて抜けるような力がかかるわけやからさ、歯茎破壊されてそこにバイ菌感染したらもう一発アウトやん。
なので食いしばってるっていう人はちょっと要注意。最近はボトックスなんかもあるから、そんな噛む力緩めてみるっていうのも一つの方法やったりするわな。ほんでもう一つ、歯周病を食い止めることが難しくなる原因としては、全身疾患、糖尿病があったりとか、血圧高かったりとか、まあもともと体の免疫落ちて歯周病起こってんねんから、体の他のところにも病気が起こって普通や、一つやもんな、これ一つやもん。当然免疫力下がりました、抵抗力落ちてますって言ったら、いろんな病気になってくるよね。それが悪循環のように相乗効果で悪くなってしまうっていうことがあるので、多方面から体のことをケアしていくっていうことが歯周病を予防するのにも大事だったりするんだよね。当然ながらさ、食い止める言うても、もうめちゃくちゃ進行して骨に歯くっついてへんねん、グラグラですねん、もう引っ張ったら抜けんのちゃうみたいな歯周病を食い止めることっていうのはまず難しい。なので自分では歯がちょっと揺れ始めてるなんていうことは気づかんからさ、歯医者さんでちゃんと見てもらって、歯茎の隙間は大丈夫かな、そこに汚れ歯石はついてへんかな、揺れてきたりしてへんかな、噛み合わせは大丈夫かな、こういうのを定期的に見てもらう定期検診に行っとく方が安心なわけよね。みんな歯医者さん行ってな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。